あの、おもり持って。あの、おもり持って。ああ、はい、なんていう種目なんでしたっけ。僕も名前、正式名称知らないんですよ。なんだっけな、これ、前見たんだよな。バスドライバーだけど。なんか、そうそう、なんか、そうそう、トラックドライバーだか忘れたけど。なんか、そうそう。上げて、こうやって言うやつですよね。ああ、そう、なんつったっけな、名前覚えてないですけど、ありますね。これもやりますね。ああ、それをやってるんですよ。はい。でも、あれですよね、結構、ベンチプレスのフォームとか見てると、割と肩も入りそうなの、ね。あ、そうなんですよ。肩に入っちゃうんですよ。だとしたら肩の日無理やりそのフロントヘッド、はい、種目数多くする必要はなくて、おっしゃる通り1種目で本当はいいのかもしれないですね。ああ、なるほど、うん。あとこれどうですか。だからサイドレイズ先にやるとなんかそれで肩疲れちゃわないですか。あ、それはあります。あ、ですよね。はい。なんかそれがあるから自分は最初はリア入ってフロント入って最後にサイドヘッドやりました。あ、そうなんですか。うん、ああ。プレスから入ると。プレスから結構一番最初に重いやつ扱った方がいいかなっていう意識でやってるんですけど、うんうん、ね、それぞれそのレップ数で言うとどうなんですか。サイドレイズはドロップセットなんですよ。ああ、なるほど。でまず1個目の重量でいけるとこまで行って、うん、きつくなったら多分4キロぐらい落として、あ、そこからやる感じですね。それをまあ5セットですね。1回のそのドロワンドロップする前だと何回くらい、10くらい、もっと多く、12とかじゃないですかね。ああ、なるほど。それで落としていく感じで、そうです、次もやって10とかとかですかね。はい。まあ、それは腹筋はやんないですか。あ、ごめんなさい、腹筋はね最近トレーニングの最後に必ずやるようにしてます、ね。ああ、種目は何してるんですか。名前忘れちゃったんですけど、このぶら下がって足上げるやつ。あ、レッグレイズ。レッグレイズですね。はい。ハンギングレッグレイズ。そうですね。ああ、なるほど。そればっかやってたんですよ。うん。で、鍵谷さんとジムやった時に、うん、上の部分全然出てないなって言われて、最近はだからクランチも意識して。ああ、なるほど。上狙いで。はい。やってますね。なるほどね。それでいくと金曜日は。金曜日はもう背中ですね。背中。はい。種目でいうと。背中は結構週2回背中あるんですけど、週2回じゃないな、今のところまだ1回ですよ。週2回っていうか交互でやるんですけど、交互デッドリフトをまずやる日と、はいはい、次の時はやらないっていうパターンです。あ、なるほど、2パターンあるわけですね、はい、そうですね。なるほど。でデッドリフトありの日は、デッドリフトありの日はもうデッドリフトを3セットぐらいやりますね、うん。あ、はい、それは床からですか、膝あたりくらいですか。あの、そうですね、トップサイドっていうのかな。あ、なるほど。最近は、はい、そうか、下ろす位置、トップサイドも膝ぐらいまで。結構そうですね、はい。なるほど。結構そこは重さ持ってって感じですか。重さは使うようにしてます、はい。で、デッドリフトやって次は、で、懸垂やりながら、チンニングやりながら、なんか弁当を割ろうと、なんかスーパーセットみたいなのをやって。ああ、チンニングと弁当を組み合わせです、はい。結構ハードですね。この前そうですね、それやりも、最近やってますね。はい。でそれは、それぞれ、まあ、3セットずつくらいぐらいですかね、はい。で次はで、ラットプルに移ります。ラットプル、ちょっと細かい話ですけど、はい、握りというかフォームで言うと、結構あの広めに持って、あ、お、もうオーバーハンドで、ね、そうで、オーバーハンドで広めに持って、うん、あの小指とこの辺を意識して引くような意識ですね。引いてくるのは前、結構僕前派ですね。ああ、じゃあ割と結構もう後輩狙ってる感じですか、ね。そうですね、広がりが欲しいですね。なるほど、はい。ラットプル、それは3セット。ラットプルは結構そうでいける回数やったりしますね、はい。いける回数、あのセットですね。ああ、はい、マックスどんくらいですか。だから5セット行く日もあれば、結構行く日もあります。それでその次は、その次はあのローインですね、あのマシンロイ、ロイみたいな。マシンの、はい。ただまあ三セットぐらい。そうですね。あ、でフィニッシュ。とかでなんか余裕があればあのダンベルで最近ちょっとこれをやって。ああ、なるほど。背中、はい、背中下向きとか。はいはいはい。はい、ダンベルの弁当オーバーローみたいなやつですね。はい、なるほどね。そのデッドリフトない日は。デッドリフトない日はもうあのデッドリフト以外の取ってもらう感じですね。それ以外のをやっていく、はい。なるほど。それが全部だと。そうですね。これ1週間かな。はい。あと飯というか栄養の感じで言うとどうですかね。栄養の感じ、そうですね。この1年間続けてきたこととしては、
まずプロテインを、1日僕は5回を飲んできたっていう部分ですね。パウダー量 30g を5回、そうですね、タンパク質を 20g を5回で、あとは食事からタンパク質を取るっていう部分を意識してやってたっていうの、まずこれが第一前提で、その他に取ってたものとして、あのこれ、あ出た VM です。 VM は朝と夜に必ず4錠ずつ1年間これは続けてました、うん、1回に8錠じゃなくて、あ朝と夜、そうですね、朝と夜に分けて取ってましたね、うん、なるほど、はい、あとサプリはいろいろ飲んでたんですよね実際。あそうですか、はい、このだから結構トレーニングハードにしてたりすると、あの関節とかが痛くなるんで、もうジョイント、うん、これは結構欠かせないかなっていうふうに僕は思います、うん、それご飯で言うとどうなんですか、なんかこだわったとか、逆にそのまあ実家だしこだわりはなくやってました。そうですね、実家な部分で出てくるものを食べてたっていう部分はあるんですけど、例えば親が作るものが結構あのクリーンなものが多いかなっていうもうすごいじゃないですか、はい、煮物とか、あ煮物、はい、そういう系が多かったような気が、だそこまでこってこてのものは食べてないと思いますね。そうなんですね、はい、トレーニング、栄養以外の話でなんか気をつけてた、これ一番大事だと思うんですけど、一番大事、睡眠っす、はい、お睡眠は増やしたってことですか。あの増やしましたね、今まで結構6時間睡眠やったんですけど、はいはい、このトレーニングをこう集合で続けてるともうやっていけなくなって、うん、1回体調を壊したことがあったんで、ああそうですか、もう7時間から8時間は1日寝るようにしてます。それだとどうですか。そうするともう次の日もまたすごく元気になってまたトレーニングできるんで、ああなるほど、じゃあそれが筋肥大に直接プラスっていうよりもトレーニングの強度を上げるためにしっかり休息を入れてる。そうですね、そこですね、うーん、このところの部分を気をつけてたら結構成長したかなっていう部分はありますね、うん、そうか、はい、まあじゃあそれぞれのなんかその3本柱のそれぞれまとめて言うと、はい、結構そのトレーニングで言うとフリーウェイトを頭に持ってきて、そっちの重量をまあ持ってる、そうですね、感じですかね、はい、で栄養で言うと、まあ、タンパク質の量は割とリッチにとって、はい、タンパク質あとビタミンミネラル、はい、で補助でジョイント、そうですね、で逆にその食事に関してはもう出てきたものなのでそこまでこう細かくはしてないっていう感じ。そうですね、うん、でそれ以外の話でもいかんせん睡眠、うん、でそれによって1年間で10キロ、はい、そうですね、すごいな、しかしあともう一個、そやクレアチンですね。あクレアチン、これはもうかなりおすすめしたいです。とうとう、はい、クレアチン飲んでますか。はい、一回ちょっとベンチプレスの重量が伸びなくなった時期があって、うん、でこれも多分上野さんやったと思うんですよね、うん、クレアチン入れてみたらどうですかみたいな話をしてくれて、前入れてなかったですもんね、なんか譲ってもらった時ありましたよね。そうあの時はまだ飲んでなかった。そうですね、はい、そうだったんだ。そっから取ってからまたこう重量が伸びるようになってきて、そっからちょっとやっぱり成長も感じれたかなっていう部分はあるんで、うん、なるほどね、扱う重量も多少は大切なのかなっていうふうには感じました、うん、はい、まあ今みたいなお話でね、はい、あの多分年間でその筋肉量だけでまあでは実際ないかもしれないですけど、大部分が筋肉量でっていうところで10キロ増やしたってなかなか周りにもいらっしゃらない方が多いと思うので、まあ、今みたいな話をちょっとこうね、あの参考にしてやっていただけたら、その体重が増えない方もこれから増えるかもと。そうですね、はい、増えなかったらもう染田さんが責任を取ります。あ出たやばいやばい、はい、らしいですから、まあちょっとそのつまめるエッセンスだけはつまんでいただければかなと思います。そうですね、はい、というわけで、はい、そもそも今日もしっかり喋りましたんで。そうですね、そうそう、染田さんのメニュー、染田さんの体作り結構丸裸に今日しちゃった感じではあるんです。そうですね、ぜひ何かこうほんまに参考になる部分があればぜひ何か取り入れていただいて、そうですね、自分のボディメイクに生かしていただければ幸いです。はい、まあ、今回ちょっとコメント欄もありますし、はい、染田さんのそのボディメイクの秘訣だったりボディメイクじゃないところの秘密だったり聞きたいことがあればあのコメント欄にぜひいただける、ね、何聞かれたら困ります逆に。いや、そう、彼女いますかとか
そうですね、そういうの困りますね。まあ、プライベートなやつも、まあ、染田さん困らせたければコメントいただければと思います。染田さん困らせたくないっていう人は、まっとうなコメントいただけたらと思います。はい、よかったなと思えばグッドボタン、グッドボタン、チャンネル登録ぜひね、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。さよなら。